自律神経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日は眠れないあなたに向けたワンポイントアドバイスその2ということで、眠れないあなたに向けたアドバイスになりますので、眠れないあなたも眠れなくないあなたもぜひご覧ください。と、まあ、ワンポイントアドバイスなので短くいきますけど、ポイントとしても今日は栄養ですね。栄養で何が大事かっていうと、まあ何度も何度も言っていますが、タンパク質、これは睡眠にもすごく大事です。タンパク質が脳の中の神経伝達物質もタンパク質ですし、でこう眠りにつくって起きるっていうこのリズムを作っているのも、この脳内の神経伝達物質のタンパク質の働きでこうリズムが作られているっていう部分もあるので、栄養としてはタンパク質をきちんと摂る、まあプロテインとかですね、プロテイン、これも同じプロテインとかで、アミノ酸がつながったものがタンパク質なので、アミノ酸、はい。で食材としては肉、魚、豆、卵ですね。ちょっと卵は魚卵、一般的な鶏の卵をイメージしていただければと思います。魚卵になるとちょっとこう油が入ってくるのでちょっと違う風になっちゃうんですけど、肉、魚、豆、卵をが基本です。でまあ、プロテインで、ね、粉をこう溶かすタイプとか、まあ、プロテインも今いろいろありますけども、このお食事の範囲でちょっと取りきれないっていう場合は、こういうサプリメント、プロテインのサプリメントとかを使ったりしてこう補うっていうのもありだと思うので、こう栄養としては眠るためには栄養としてタンパク質が大事ですよっていうのを今日お伝えしました。いかがだったでしょうか。本日の動画いいなと思ったら、いいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。